なんでライン返してくれないの？彼氏に無視される、遊ばれる女子の共通点とは？好きな人を虜にする3つの恋愛裏テクニックを知りたい人は他にいませんか？合コンなどで出会った男性にときめきを感じても、たくさんいた女性の中の一人と記憶されてしまっては発展は期待できません。初対面の段階で少なくとも顔と名前を覚えてもらうことが重要でしょう。今回は乙女スゴレン女性読者への調査結果をもとに、初対面の男性に顔と名前を覚えてもらうコツ9パターンをご紹介します。1. あだ名はですなど、自己紹介の時にニックネームも伝える。名前が普通すぎて地味なので、自分からあだ名で呼んでくださいと言います。10代女性など、自分から個性的なニックネームを伝えるパターンです。あだ名で呼ぶという行為によって相手に親近感を与えられるのもポイントでしょう。 2. しっかり目を見て会話し、笑顔を印象づける。結局笑顔が一番。その人の目をしっかり見るのも大事。20代女性など男性にとびきりの笑顔を見せつけることで強い印象を残すパターンです。表情から好意が伝わることで記憶に残りやすくなりそうです。3. 趣味は茶道ですなど、自分の個性的な部分をアピールする。出身が沖縄なので地元の話をすると大体覚えてもらえる。20代女性など自分の個性的な要素を強くアピールすることで記憶に残すパターンです。趣味、出身地、職業などの定番の話題から相手が興味を持ちそうな要素をぶつけると良いでしょう。 4. 私オタクなんですよなど、キャラ付けをはっきりする。オタクとかお酒好きみたいな分かりやすいキャラ設定をする20代女性など、理解しやすい典型的なキャラクター像を押し出すパターンです。ただし実際の自分とは違うタイプに誤解される可能性もあるので、伝え方に注意は必要でしょう。